究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームはユーザー3人で結成されたチームで出場。挑戦者はエイジスステージ、ガーディアンステージ、そして3つ目のファイナルステージに挑戦。エイジスステージではチームの代表者2人がエイジス2人とそれぞれ対戦、勝敗に関わらずガーディアンステージに進むことができる。ガーディアンステージでは6人の中から選ばれた3人のガーディアンに挑戦。戦う順番は通常ランダムに決められるが、エイジスステージの勝利数に応じて対戦相手を指名することができる。ガーディアンステージは勝ち抜き戦となり、3人のガーディアンに勝利すればファイナルステージへ進出。ただしガーディアンは1人1回ずつ使うことができる特別な効果を持ったエクストリームカードを持っている。そしてファイナルステージではユーザーチームとガーディアンチームの代表者による一本勝負。それぞれの代表者はガーディアンステージまでに使用した3デッキとファイナルステージ用デッキの合計4デッキから1つを選択。さらにガーディアンは色縛りもなく、エクストリームカードもない正真正銘のガチバトル。挑戦者が勝てば賞金100万円、負ければ賞金はゼロに。前回倍返しの発作と緑のガーディアンによるガーディアンステージ第2戦は、じゃあアタックステップ入ります。はい、ではアタックステップ開始時に、バースト発動します。グリュンバーグ大王エレクラム、はい、いやエレクラムクラムか。エクストリームカードを開かずに薄井が勝利。続く第3戦マイナーズはおけさがきの切り株が出陣。メインステップにカギツヤバルグリンドを召喚します。さあバルグリンドから、バルグリンド、はい、いいねいいね。提示があります。はい、相手の効果によってボイドからコアがコアステップ以外で置かれたと、はい、デュエルチにランバーを使います。ミランバー、はい、懐かしい、懐かしい、はい、やったロックボイドこれはきつい。意外性のあるカードで緑のガーディアンを翻弄し、勝利まであと一歩と追い詰めたものの惜敗、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。惜しくも負けちゃいましたけど、いやでもエクストリームカードは使わせたかったけど、だったりずって感じでしたね。お疲れ様です。申し訳ありません。ナイスファイトだった。そうナイスファイト、申し訳ありません。まあまああと総大将に大丈夫です。よかったということで、私が行きます。虎の子を誇り出します。虎の子今日初バトル。あ、そうですね、正直うずうずしてるけど、心強いね。いや心強いね。どうなるかな。彼の敵は熱いですよ。熱いですよ。熱いバトルをお届けしましょう。おー、そんな熱いバトルを宣言するなかなかのお手前が使うデッキはブリューたちを使った一打デッキです。相手のスタートステップに BP を比べてファイトスピリットを破壊して特殊な効果を発揮するというスピリットをふんだんに取り入れて相手の場面を制圧して倒すというデッキになっております。カラクリ武将源内や A 武将狂人ドラゴンで相手が最初に出してきたスピリットを破壊して、まずこの2体の効果で相手はコスト4以下のスピリットカード、アルティメントカード、ブレイブカードが召喚できなくなるので、それでターンを稼いでこちらの盤面を、例えばこのレアブックだとか、陣内予測だとかで整えていって、こう BP 勝負で勝ちながら
相手を蹂躙していくというデッキになっております。この一騎打ちというデッキをチョイスした理由としては何かあるんですか？はい、それは一つ大きな理由があって、この一騎打ちという効果、相手のスタートステップに発動するっていう性質上、相手のエクストリームカードを踏まないっていうことができて、例えば対等武将斬撃ドラゴンなんかは、一騎打ちで勝つと相手のライフを奪えるという効果を持っていて、相手のスタートステップに勝つことが可能なデッキになっているので、このデッキをチョイスしました。まあ、ブリューの本懐はやはり PvP 勝負だというところを見せつけてやりたいと思います。佐渡ヶ島、正直舐めてました。強かった、本当に強かった。普通はやっぱりもうやれ環境だの、やれやっぱり強いデッキだの、ガーディアンはこういうの使ってくるからこのデッキをぶつけてやろうっていうのはたくさんのチャレンジャーがやってきたことなんですよ。聞きたい、何をもってそのデッキでここまで来ようと思ったのかっていうのは本当に聞きたい。環境デッキを握って壊れるのとは違う、またちょっと違う恐ろしさ。これは今回の戦いまだ終わってないですけども、勝っても負けても絶対に忘れちゃいけない戦いだと思います。普段やっぱりそういうショップバトルとか大会とかそういったところでね、見るデッキではないけども、ガーディアンを借り尽くしてやるっていう気持ちが今の一戦すごく感じました。彼らは強いです。全員来い、俺たちガーディアン全員が相手してやる、ね、やっと彼の出番が回ってきたから5時間待ちです。わからないカードの数で言うと1位じゃない、色的にも一番多いんじゃない。あ、色もね、確かに一番多いんじゃない。薄いさんも苦しめてやろうと思います。2勝しなきゃまずファイナルステージ行きませんか？大丈夫です、勝てるデッキでいきます。あとは引きとブレイクで10回かけて、心はホットに、頭はクールに、大事なこと、大事なことです、大事なことです。そういうことにおいて頑張っ。最後の一人ですか、ちゃんと勝ちでもらっとって、あの二人のうなぎをプレゼントしたいと思います。総大将、なかなかのお手前が挑む初のエクストリームゲーム。三立てのかかる緑のガーディアンを相手に一騎打ちを制して巻き返しを図れるか。ガーディアンステージ第4試合でございます、はい、マイナーズとってもうあとないですけれどもね、うん、そうですね、はい、桃崎さん様子いかがでしたか？岩井さんがすっごいあの土壌を食べて欲しがってるよって話をしてきたら、じゃあ捕まえてくるから岩井さんに調理してもらう、あ、いやいやいや、うなぎ食べるんだみたいな話になってました。ちょっとまあ僕が悪いんですけど、しょうもない話しないでもらってもいいですか？こんな土壌で引っ張られると思わなかった。俺だから3週間何見せられてんだ。言ったら聞いてくれるんですね、ちゃんとね。そうです、うん、もうすごいいい子たちでした。あなたのことですよ、ね、私がか。そのスタンスは崩さないでもらいたい。はい、はい、それではバトルに参りましょう、はい、ガーディアンステージ第4試合、先攻緑のガーディアン薄井武志、後攻マイナーズなかなかのお手前さん。ゲートオープン、開放。ではお願いします。お願いします。先攻いただきます。はい、先攻ドロー。なんだかんだと三立てしそうですね。そうですね、はい、エクストリームカードもあります。手前様初登場。そうですね、そうですね、なかなかのお手前、どんな名前なんだ。4コステイラプションドローを使用します。ドローからスタート。イラプションドロー、デッキ上から2枚ドローします。はい、2枚ではこれで、メインステップを終了してターンとします。はい、ではターンいただきます。はい、スタートステップ。先行でシンボルを立たせられなかったですね。ではメインステップ。そう、お手前さんなかなか懐かしいデッキタイプですね、これ。ブリュー。しかも一騎打ち。久々にブリュー一騎打ちデッキです。はい、
久々見ますね。からくり武将源内召喚します。一騎打ち、からくり武将源内、はい、ですね。バーストはいセットします。一騎打ちとかこのこれでアタックステップ登場してるあたり、はい、バリバリ武将源内薄い雲やってたんで、はい、一騎打ちなら多分大丈夫だと思いますけど、これ久々に見ますね。はい、ライフで受けます。これで終了します。はい、ターンいただきます。それぞれ一騎打ちが成功した時の効果はもう一回見直さないとダメなんですけども、では、2コストで、はい、相棒狼乱歩を召喚します。はい、いや2コストで、はい、グルナバードオタキを配置します。はい、配置時効果で自分のカウントをプラス1、はい、さらに乱歩がいる時に、ボイドからコイクをこのネクサスに置きます。では1コストで、2コスト1軽減で1コスト支払ってバタフライジャマーをリアルとしてセットします。はい、ではこれでアタックステップに入ります。はい、相棒狼乱歩でアタックします。はい、アタック時に自分のカウントをプラス2します。はい、ボイドからコイクをこのスピリットに置きます。はい、オーバーカウントが入って BP1 万。はい、わかりました。はい、ではこちらフラッシュありません。こちらもフラッシュはありません。ではそのアタックは、はい、1点ライフでいけます。はい、手順ありません。はい、ではこちらもありません。アタックステップ終了、ターン出します。はい、ではこのターンもらいます。スタートステップ、現内の BP 上げとかないとドロステップ、一騎打ちで自動的に破壊されてしまいます。そうですね、ステップ、このレベルを、現内のレベルを上げまして、このままだと獣疲労までいってコストでナンバー43レアブックを配置します。違う、これ勝ちにいった、これ勝ちにいったし、さあこちら自分のメインステップ、一騎打ちを持つ自分のスピリットが召喚された時、自分のトラッシュにあるソウルコア以外のコア1個リザーブに置きます。でレベル2は自分のフィールドにソウルコアがある間、一騎打ちを持つ自分のスピリット全てを BP プラス3000するということで、素晴らしい。アタックステップに入ります。はい、のバタフライジャマーの効果で、では中ヒロさせます。はい、中ヒロします。はい、これで勝てるぞと、これでターン終了します。はい、ではターンいただきます。さあ相手のスタートステップ、スタートステップ、はい、一騎打ち、一騎打ち発動します。では、僕は、はい、乱歩を指定します。はい、では現内の BP が今レベル39000にレアブックの効果でプラス3000されているので BP12000 になっています。では熊本の力を借りて一騎打ちに勝利。はい、破壊した時の効果、このターンの間、相手はコスト4以下のスピリットカード、アルティメットカード、ブレイブカードを召喚できません。はい、強い、素晴らしい。さあ魂の状態で残します。はい、では、5コスト1軽減で余発支払ってアントレスロストソードを召喚します。転生さえしちゃえばもう、はい、アタックして転生までいかなきゃいけないんですが、あのバーストが何なのか怖いところですね。でアタックステップに入ります。はい、アントレスロストソードでアタックします。はい、アタック時の転生を行いましょう。はい、苦渋の関東プラス1プラス1して、はい、ボイドからこの3個をこのスピリットに置きます。はい、さらに自分のカウントが2以上の時、このスピリットは回復します。レベル 3BP1 万6000まで。こちらフラッシュはありません。提示もありません。フラッシュはない。ではこちらもフラッシュは、うん、ありません。はい、ではそのアタックは1点ライフで受けます。はい、減少した時に何か提示ありますか？提示はありません。はい、バースト考えます。はい、指が1万6000です、ね、1万6000。うーん、1万、いやバーストも大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、うん、では続けて、はい、ビーストアントレスでアタックします。はい、フラッシュどうぞ。いや、フラッシュありません。はい、こちらもフラッシュはありません。はい、ではライフで受けます。はい、バーストも大丈夫です。はい、ではこれでアタックステップ終了、ターンエンドします。はい、ではスタートステップ、コアステップでしょうか。1万6000の壁がなかなか超えられない感じですね。ちょっとなかなか突破は難しいですね。16000、なるほど。はい、それを超える一騎打ちを見たいんですが、見たいですね。では2コストで、はい、カラクリ武将源内召喚します。はい、ベアブックの効果で一騎打ちを持つ自分のスピリットが召喚されたとき、トラッシュにあるソウルコア以外のコアをリザーブに置くのでコアを置きます。はい、でレベルを3に上げます。さあしかし現内ではバースト張り替えます。はい、大龍城本丸、大龍城本丸でした。張り替えて、こちら相手による自分のスピリットの消滅破壊後のバーストでした。アタックステップに入ります。はい、アタックせずにこのまま
ターン終了します。はい、では、ターンをいただいて、はい、スタートステップでは一騎打ち。はい、じゃあ、スタンド状態の、はい、立ってる方の現内からお願いします。はい、では BT が1万2000です。僕は1万6000です。はい、比べましょう。破壊されます。はい、では破壊後、はい、バーストを狙っていた。はい、ありがとうございます。はい。で続けてではこっちの現内と一騎打ちします。はい。どんどん撃退していく、はい、1万6000されます。すごい。では破壊されたので、はい、武将転生の、はい、提示された効果を使用して、まあ、消化もしましょう。はい、さあ武将転生の効果で破壊された現内が再びフィールドへ。ポストを支払って BP このターンの間、はい、系統ブリューを持つ自分のスピリット一体 BP をプラス5000します。はい、では現内の BP をプラス5000して、はい、そのまま武将転生はただし、はい、で今のはスタートステップで1万7000までコアステップ、はい、では3コスト1軽減で、はい、2つ払って緑の世界を配置します。はい、配置した時に、ボイドからコア1個リザーブに置きます。はい、アタックステップに入ります。はい、ビーストアントレスでアタックします。はい、フラッシュタイミングをどうぞ。フラッシュは特にないです。で、はい、こちらのフラッシュタイミングで、はい、アントレスのフラッシュを使用します。単に1回相手のスピリットアルティメット2体を10披露させます。はい、ではここでブロックさせない。はい、では10披露したので緑の世界で転生させます。はい、緑の世界で転生。ソウルコアを戻してカウントが増えます。まず相手のスピリットコスト6以下なのでバウンスして、転生時疲労状態のコスト6以下の相手のスピリット1体をデッキの下に戻します。はい、では現在デッキの下に戻ります。一騎打ちの武将たちがどんどん、これでフラッシュタイミングを返します。かわいい。はい、ではフラッシュタイミング、はい、おっ、まずアクション攻撃、アクション攻撃も出た。アクション攻撃持ってる、よくよく持ってたよ。なんとかこれでソウルコア支払って耐えました。旧白鳥攻撃ですね。戻す対象をビーストアントレス、アントレスは戻します。はい、手札に戻します。はい、では、ビーストアントレスを手札に戻ります。はい、さらにしのぎましたが、コストの支払いにソウルコアを使用したので、はい、このターン内で自分のライフは1しか減りません。はい、こちらのフラッシュは、ありません。はい、フラッシュありません。はい、では続けてアタックステップ、はい、緑の自然神でアタックします。はい、アタック時効果ありますが対象いません。はい、フラッシュを渡します。フラッシュはこちらありません。こちらもありません。予選のアタックは1点ライフで入れます。はい、ではアタックステップ終了してタレンドします。はい、ではスタートステップ、さあダンスのターンになるのか巻き返せるのか、ドロー、ステップ頑張れ、一騎打ち、ダブルドローし、ダブルドロー、ダブルドロー、ここでおお来た、ダブルドロー出ないぞ。ダブルドローの方がブリューもスピリットカード1枚手札に戻します。2枚ドローします。その後トラッシュにある、系統ブリューを持つカード1枚手札に戻すので、カラクリ武将現内を手札に戻します。2コストでナンバー43ベアブックで、はい、3コスト1軽減2コストで配置します。2コストで、はい、ではカラクリ武将現内を、はい、召喚します。そしてベアブック2つの効果が発動して、トラシにあるソウルコア以外のコアが1個も返ってきます。はい、そしてもう1つの効果でトラシのソウルコア以外のコアが1つ返ってきます。実質ノーコスト召喚、はい、ベアブックのレベルを上げます。では5コスト2軽減3コストでブリューマジンを召喚します。はい、でブリューマジンをそのまま現内にブレイク、はい、左ブレイクアタック時はターンに1回自分のトラッシュにある系統ブリューを持つスピリットカード1枚をコストを支払わずに召喚できます。なるほど、現内右ブレイブ、右ブレイブアタック時はこのターンの間系統ブリューを持つ自分のスピリット1体を BP プラス5000する。そのスピリットがコスト10以上の時、さらに赤のシンボル1つ追加する。ではアタックステップに入ります。はい、現内でアタックします。はい、ではブリューマジンのアタック時効果でこのターンの間ブリューを持つ自分のスピリット1体を BP プラス5000します。はい、さらにコストが10以上の時赤シンボル1つ追加するんですが、はい、コストが合わせて9なのでシンボルが追加されません。はい、こちらのフラッシュはありません。はい、こちらもありません。ダブルダブルシンボルナイフで受けます。はい、ナイフ減少時の提示はありません。
二段もありません。はい。ではこのままアタックステップ終了でターンを終了します。はい、ではターンいただきます。はい、スタートステップ2では一騎打ちの効果で。一騎打ち。では緑の自然神指定します。はい。で VP が今1万1000にプラス3000なので1万4000。はい。では6000なので敗退されます。お願いします。では、本源回帰はできないので、はい、そのままトラッシュに移っていきます。はい、ドローステップ。5コスト1軽減に4コスト。アントレス、ロストソードを召喚します。はい、5コスト、2軽減に2つ払って、アントレス、ロストソードをもう1体召喚します。はい、なるほど。これはきつい。アタックステップに入ります、はい、アントレスロストソードでアタックします、はい、転生は行いません、はい、転生行わない、もうシンプルに一応レベル2効果で、はい、このスピリット相手のスピリットネクサスの効果を受けず疲労状態でブロックできる、はい、状態になっています。ではこちらフラッシュ、さあフラッシュあるか、はい、ありません、ないありません。ではそのアタックシンプルにいきます、ライフでいきます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ3連勝ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。三連勝という。ありがとうございます。いや形結果的には三連勝っていうものはいただいたんですけど、内容は本当にもうわからん。海一つとかね、挟むだけでこんなにもデッキが違うのかとちょっと思ってしまいました。文化の違いが。そう。はい、さあそしてなかなかのお手前さん。はい。いやちょっと負けてしまいましたけれどもいかがでしたか、はい、あの最後のターンここまずいなってターンで W ドローが引けて、はい、で2ドローでトラッシュから回収したんですけど、斬撃ドラゴンが来てたらこの子一騎打ちで1点取れるのでブリューマジンにつけて3点で一騎打ちで1点っていう風にして終わりかなって思ったんですけど、まあ、ここはちょっと日頃の行いからかちょっとその子を引けなくてなるほどなるほど、ちょっとこれはもう強気で特攻するしかないなっていう感じでしたね。足筋はあったということですね。はい、そうですね、はい、いや久々に一騎打ち見れてワクワクしました。 ありがとうございます。はい、本物さんどうでしたか。皆さんが愛を持って持ってきたデッキでこの、まあ、環境言ったら環境と呼ばれるようなデッキにしっかりこう食らいついていく姿に何かちょっと胸打たれる部分がありましたね、うん、愛は感じたね、うん、さあ面白い回になりましたが、はい、ガーディアンが防衛いたしました、うん、マイナーズの挑戦はここで終了でございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。良いお手前でした、はい、なかなかのとは言わないですね。まあ現内の一騎打ちは決まったんですけども、まあ、コスト4以上がアーマー出てこられてしまうとなかなか意味をまとめていった感じで、あとはまあ1万6000か1万6000ちょっと序盤には高すぎる感じでしたね。時代の流れを感じましたね。まあでも、まあ、恥じないプレイはできたかなと。お疲れ様です。なかなかのお手前です。ナイスナイス、ありがとう。ナイスアドバイス、ナイスアドバイス、ありがとうよ。うすいさんもまたなかなかのお手前。そう、うすいさんね、彼もまたなかなかの手前。何倍の力できるいや、何倍返しされたんだろう。まあ楽しかった。でも斬撃ドラゴンが引きたかった。楽しめたそれが正義だ、うん、そりゃそうだ。修行してまたここに来れたらいいね。そうだね、修行して来れたらいいね。皆さん、良いバトスキ人生。良いバトスキ人生。良いバトスキ人生。どういうことなんだろう。以上マイナーズでした。マイナーズでした。以上マイナーズガーディアンステージで惜しくも敗退。バトスピニュース。コラボブースターガンダム魔女の切り札が11月26日土曜日に発売予定です。さあ本日はその中から紫のエクスレアスピリットをご紹介します。二宮くんよろしく。はい、ガンダムバルバトスルプスレックス最終決戦時です。おお、かっこいい、かっこいい。さあこれイラストがね、最終決戦の最後のあのシーンとなっております。うん、
はい、効果の方見ていきましょう、はい、このカードは手札にあるとき自分のバルバトスが相手によってフィールドを離れるときになんと軽減シンボルを全て満たして召喚することが可能です。そして召喚アタック時に自分のトラッシュとデッキの上からカードを合計5枚除外し相手のスピリット1体の子は3個をトラッシュに置けます。やっぱり持っていくんですねバルバトスはトラッシュに、はい、さらにレベル2からはこのスピリットのアタック時に自分のトラッシュにある系統鉄火弾を持つカードを13枚除外するとバトル終了時に相手のライフの子は2個をボイドに置くという超強力な効果を発揮します。いやすごいなバルバトスもっと持っていくっていうことですよね。めちゃくちゃ持っていきますね、はい、自らトラッシュのカードを増やして戦っていくこの鉄火弾にふさわしいフィニッシャーガンダムバルバトスループスレックス最終決戦時で鉄火弾デッキを強化してみてはいかがでしょうか。いかがですか薄井さん。いやこれあの僕の、ね、担当の色とは違う色ですけども、うん、デッキが40枚で足りるのかなって変な心配しちゃいますね。召喚アタック時にもうカードを5枚除外ですからね、うん、やっぱそれをトラッシュに置けない効果になってるんでこのレベル2の効果とどう絡み合わせていくのかはすごく楽しみだと思います、うん、はい、はい、二宮君どうですか。はい最終決戦時のループスレックスがついに来たなというところで、うん、まあやっぱこの原作のこのシーンをこういう効果で再現していくのかっていうところがもう非常に胸が熱くなりました。ちなみにあのどういうシーンか気になる方はぜひアニメの方をチェックしてください。もうぜひ、ね、もっとよこせって言いながら戦いたいとなりますよねこの方ね。ありがとうございます。バトルスピリッツコラボブースターガンダム魔女の切り札はブースターパック6枚入り税込み330円、自販機ブースター4枚入り税込み200円、11月26日土曜日発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。そしてイベントのお知らせです。大人気オンラインイベントバトスピ大解放祭オンラインが今週末10月30日日曜日にバンダイ TCG オンラインロビーにて開催いたします。いやまた来ましたねオンライン、はい、先日ねリアルイベントバトルオブチャレンジャーズで配布した記念品もゲットできるチャンスがあるそうですよ。他にも豪華記念品を用意しておりますので詳しくは公式ホームページをご確認ください。レッツエンジョイ。最後大丈夫